株式会社 J ストームは日本のレコード会社及び映画会社。2001年11月12日に設立。代表取締役社長は藤島ジュリー稽子。2001年に嵐のプライベートレーベルとして発足。レーベル名のストームとは自然現象の嵐を意味する。2006年に新 c i を導入し、3月には内部レーベルとしてカトゥーンの プライベートレーベル j ワンレコーズが立ち上げられた。2007年の11月にヘイ・セイ・ジャンプがウルトラミュージックパワーで CD デビュー。2008年7月に t o k o がユニバーサルミュージックから移籍することを発表。9月にシングル雨傘、呆れるくらい僕らは寝顔をリリース。2014年にはカンジャニエイトの自主レーベルインフィニティレコーズが立ち上げられた。 所属アーティストの作品制作以外にも、ジャニーズ事務所に所属しているアーティストの作品を多く、手掛け、テレビドラマ、映画のサウンドトラック CD、コンサートや舞台等の映像作品の制作、映画制作、配給、イベントの企画、プロデュースなどを行う。2018年7月10日、ジャニーズ事務所を含むグループ会社の業務効率化のため本社を東京都渋谷区渋谷から、 東京都港区赤坂に移転した。2019年6月1日、株式会社ジャニーズエンターテイメントの事業終了に伴い、ジャニーズエンターテイメントレコードレーベルとして引き継ぎ、発足。嵐などを中心としたメインレーベル。カトゥーンのプライベートレーベル。カンジャニエイトのプライベートレーベル。2019年5月31日をもって、 ジャニーズエンタテインメントの事業終了に伴い当社が譲り受け、同年6月1日より発足。メジャーデビュー前のジャニーズジュニアのタイトルなどを主にリリースするレーベル。所属アーティストのディスコグラフィア除く。j s スト n ムの制作による映画。これらのサウンドトラック CD やメイキング映像を収録した作品を発売する場合もある。出資も含む。テンプレート。 ニューステンプレート、ジャニーズウエストテンプレート、ジャニーズジュニアテンプレート、カンパニー、スタブテンプレート、ノームダトン。ありがとうございます。